いいたたたこことととを絞るということですす指導者はくくさん話したくなりま一日の練習を見ればきっと30分は話せると思います。でも長いミーティングは指導者の自己満足です。聞いている選手は早く終わらないかなって思ってます。大事なのは時間ではなくて、絞ってエッセンスを伝えていることです。 言いたいことが10個あったとしても全部言うのではなくて、その日大切なことを1つか2つに絞るということを心がけています。次はミスしても勝つということです。罰がついている良くないのは絶対に取り返そうという気持ちです。私たちはそうではなくて、次もいつも通り積極的にプレイしようと心がけます。取り返そうと思って取り返せる。そんな簡単ではありませんからね。 公式戦試合の中では、ミスは、どんどんスルーして、えー、気持ちを切り替えていきます。ただし、えー、普段の練習ではミスは流すのはダメです。でも、ミスを叱るんではありません。ミスの原因とか理由を明確にして、次のプレーに生かすためです。ミスを叱るだけなら、近所のおじさんおばさんでもできますから、指導者がやるのは、そのミスの原因とか理由を はっきりして共有することだと思います。はい、えー。次は質を追求するということです。私は練習の価値は質と量の掛け算だと思っています、えー。日本ではあ練習の量を頼りにするチームが多いと思います。でもうちのチームは人数も多いですし、一人一人の量でトップに立つことは難しいです。家が遠い子も多いですし、えー、勉強に使う時間も多いです。ですからうちのチームは 質を大切にしています。質を言い換えれば、集中力や目的意識ではないかと思います。例えば、素振りを1000本するよりも、試合をイメージして100本やる方が質が高いと思います。相手投手の投球フォームとか、変化球の軌道、そういったものを意識して100本振るわけです。指導者も選手も毎日、日々ですね、日々成長しようということです。 えー、指導者は選手に成長を求めます。それ以上に大切なのは、指導者自身も成長するっていう心がけだと思います。私も甲子園で優勝しましたが、まだまだ成長したいと思ってます。向上心を大切にしています。もしそれがなくなったら、私はやめないといけません。うん、指導者自身が、えー、成長する自分を楽しむという気持ちが大切だと思います。 그 감독님 연습 시간이 제가 알기로는난 4시부터 한 7시까지 한 3시간 정도 훈련을 하는 걸로 알고 있는데 디테일하게 어, 이야기하기는 어려우시겠지만 어떤 방식으로 계획을 해서 그 3시간을 소화를 하시는지 그리고 연습 경기는 일주일에 몇번 정도 진행을 하시는지. 평일의 <목소리> 3시간の中ではまあ時期にもよりますがチーでの練習 連携プレーとか、チーム全員での練習っていうのが、だいたい7割。残りの3割は、個人での練習。個人が自分のテーマに挑戦する練習の時間。土曜日と日曜日は、授業がないので、公式戦か、練習試合をすることがほとんどですで。チームの人数が多いので、A チームと B チームに分けて、 예를 들어 토요일이だったら A팀이 2試合やってる間に B팀은別の場所に行って2試合しています. できるだけ実戦の機会を与えられるように考えています. 맞춤형 연습을 중요하게 생각하시는데 사실 인원이 많아서 연습을 하는 와중에 선수한테 일일이 이렇게 지시를 하지 못할 것 같고 계획을 세우는 게 굉장히 중요할 것 같은데 연습 계획을 세울 때 감독님이 갖고 있는 어떤 기본적인 접근법? 리소와 オーダーメイドなんですが、現実はなかなか難しいところはあります。特に野球で気をつけなければいけないのは安全管理です。ボールは硬い、バットは硬い、グラウンドは凸凹している。とても危険です。ですから、あまず安全管理をしながらあ、いくつかのグループに分かれて、えー、いろいろな練習を同時に行えるようにしています。内野では守備の練習、 レフトでは走塁の練習。センターやライトでは守備の基礎のドリルをします。で、さらに外の建物ではウェイトトレーニングもします。このようにいくつかのグループに分けながらあーローテーションするようなことが多くなります。